マリア・レオポルディナでアウストリア。ドイツ語名は、マリア・レオポルディーネ・ヨーゼファ・カロリーネ・フォン・エスター・ライヒ。ポルドルの愛称で呼ばれる、レオポルディナ大公女は1797年に、ウィーンで生まれた。彼女は、オーストリア皇帝フランツ一世の5人目の子供であり、四女であるが、フランツ帝の皇后であったナポリ王女、マリア・テレジアが生んだ女子の中では、マリー・ルイーズの妹、 ザクセン王大使妃となるカロリーネ・フェルディナンデの姉にあたる。1807年4月、彼女がわずか10歳の頃に母校マリア・テレジアが急死した。その後、フランツ帝は年若いマリア・ルドビカフォン、エスターイコールエステを5歳に迎えた。皇后書に入り、大いに称賛している詩人のヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテによると、1810年の夏に皇后とレオポールディナは、 カール・スバートの当時場への旅行で出会ったという。幼い頃から、レオポル・ギナは旺盛な好奇心を示した。彼女の専門分野は、植物学、鳥類の研究及び鉱物であった。まだ若いうちに、彼女は描画のレッスンを受け、彼女のまとまった描画は、オーストリア国立図書館に収蔵されている。彼女はフランス語、イタリア語とラテン語を完全に習得した。また、 ポルトガル語も教師がつき学び始めると、たちまち習得した。彼女の最愛の姉、マリー・ルイーズが1810年に、フランス皇帝ナポレオン一世と結婚すると、レオポルディナは彼女に手紙をしたためた。ナポレオン自身は、若い皇后とレオポルディナの親密な仲を意識し、手紙を書いた。15歳のレオポルディナは、典型的なハプスブルク家の身体的特徴を、備えていた。 金髪に青い目とハプスブルクの唇と呼ばれる受け口であり、これは彼女を大いに悲しませた。マリー・ルイーズ大公妃がかつて大きな鏡をもらった時に彼女は次のように答えた。マリー・ルイーズは幼いナポレオン二世を連れてウィーンの実家に戻ることを決めると、レオポルギナはこの幼い老いの面倒をよく見て可愛がった。1816年7月9日、 レオポルディナはマリー・ルイーズと離れ離れになることになった。1816年にポルトガルの王太子ペドロとオーストリア大公女レオポルディナの結婚にまつわる交渉が始まった。父ミカド・フランツ一世はこの縁談の強力な支援者ではなかった。皇帝はペドロの不道徳な暮らしぶりと彼が転換持ちであることを知っていた。しかし、 皇帝を主中で操る外相クレメンスメッテルニヒの強い要望でこの婚儀は整った。レオポルディナはイタリアのパルマ公国にいる姉のマリール・ルイーズにこう書いている。花嫁のおじのルードヴィヒ大公はマリール・ルイーズにこうを書いている。当園のおじのラニエリ大公はこの出来事に一層批判的で予見するかのような言葉を残している。これらの器具とともに大公の名は残ることになった。 1817年5月13日に、レオポルディナは、ハプスブルク家が、結婚式を挙げる教会、ウィーンのセアウグスティヌス教会、デウィーンでの代理人によってペドロとの結婚式を挙げた。代理人として、彼女のおじのカール大公が務めた。当時の王太子ペドロは、リオデジャネイロにいた。そこに、レオポルディナは1817年11月には3ヶ月の長い旅を経て到着した。 1817年11月、リオデジャネイロ支給殿の王立教会で大いなる輝きの下で、レオポルディナとペドロの結婚式が執り行われた。ここではペドロは、がさつな男であったので、レオポルディナは、急速に夫に対して影響力を増していった。ペドロは、ブラジルの独立宣言のすべての政治的な役割を、レオポルディナと議論し彼女の助言に従っていた。 1822年1月、ペドロは不王のブラジルの王権を委任を後半な自治へと導いた。この国の歴史上決定的な歩みはレオポルディナの影響力による。1822年のペドロがこの年にサンパウロへの旅行を決定した時に彼はレオポルディナに首都のルスを任せる摂政費とした。1822年9月、ペドロは レオポルディナの懇願によって、ブラジルのポルトガルからの独立を宣言した。ブラジル皇后、レオポルディナ摂政として1822年12月1日に、帝政が樹立された。この時、レオポルディナは母国の体制について直接かつ明確な考えを持っていることを発表した。レオポルディナは、オーストリアの自然科学者と画家をブラジルに招いた。彼女は、 価値のある成果を挙げたたオーストリアとの合同探検を行わせた。科学についての彼女の功績は、例えば彼女の名前にちなんで命名された、ヤシモクヤシカの下の俗名の一つ、W ・リアプールディニア・マートがある。彼女がかつてウィーンで住まいとしていた建物に、彼女はブラジルの博物館の基礎を設けた。レオポルディナ・とペドロの調和の取れた結婚は、その後、 1822年から陰鬱な影が横たわるようになった。皇帝は旧地の女性ドミティリアのためにサンパウロへ旅行してきた。彼女は皇帝が長期として皇にブラジル宮廷に入れた人物であった。レオポルディナには不条理なことに彼女はペドロの意向で皇后の第一女官に任命された。レオポルディナはドミティリアが皇帝との間に諸子である娘を儲け、 貴族に取り立てられるのを経験しなければならなかった。娘たちは当然のごとく皇帝の着出士と共に育てられた。皇帝夫妻の私的な言い争いは大きくなり、これにペドロはさほどの恐れをの,のかなかったが、レオポルディナに手を挙げるようになった。彼は宮廷で彼女を貶め、中傷するためにどのような状況も利用した。彼女はパルマの姉、マリー・ルイーズに、 新婚後の自分について、辛く憂鬱にこう書いている。1826年12月1日に、ペドロは、夫婦喧嘩に再子突然、妊娠しているレオポルギナのお腹を多数蹴ろうとし、それで死産が起きた。レオポルギナは10日後の1826年12月11日に、リオデジャネイロのキンタダボアビスタにある、サンクリストバン宮殿で他界した。人々は、 ペトロの誤った扱いとそれによる死産が30歳を待たずにレオポルディナを死なせたと思った。彼女の死から3日後にレオポルディナの遺体はアジュダ女子修道院に安置された。修道院が破壊されると1911年にサンアントニオ修道院に移された。マリア・レオポルディナと子供たち1954年9月7日にブラジルの独立記念日に サンパウロの独立記念碑に改装された。ありがとうございます。